おはようございます。観音寺ゴロです。今日もですね、サワラね、ライン来てます。最近なんかちょっとこの間からね、うちの船じゃないけどね、地元の漁業さんの情報とか見ると釣れてますね。はい、楽しみです。今日は釣れるのかな。多分釣れるでしょう、思ってますから。キャー、はい、今日はシュウさん、ツッチー来てます。頑張ります。はい、頑張ります。こっち、こっち取って、釣れたよ。あ、来ましたね。トロク違うもん、全然シュウさん。おお、うわぁ、さすが船長。やりました。カモ大丈夫ですか？うわ、絡んでます。あ、なんか突っ込んだ。なんか吹っ飛びましたね。あ、ちょっと。出ちゃう。あらあら。抜けちゃう。抜けちゃいます？上がってこい。あれ、上がってこないね。上がってこないですね。顔見たいですね。俺動画撮るの下手だな。よいしょ。よいしょ。さすが。でかいでかい。でかいです。離れてこうカメラ撮った方がいいのかな。失礼しました。いいよいいよ。あ、ガッチリ2本で。よし、キャッチでーす。おめでとうございまーす。おめでとうございます。ガオ来ました。いいね、太いよ。ガオ来ました。ガオ来ました。見てください。見てこれ。うわ。アラパン。80に行ったか行かないかぐらい。80あるかなって。うほー。船長やりましたね。まだでかいのいるから。はい、ありがとう。はい、どうもでーす。ちょっと思ったところ。よし。よいしょ。ほら来てるし。ほら、サワラだし。おお。また今日も釣ってますよ、はい、土へ。サイレントアサシン 140S。 しかもでかいし、おー、がっちりかかってるね。わあ、上がってきた、上がってきた。ちょっとこっち来て、一歩下がって、そうそう、まだいいですよ。で、頭こっち向けて、頭をこっちにね、網の方に持ってきてください。いいです。で、観念してきました。あ、やばい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 。うわ、すごいね、この色が。いいですね。おめでとう。ありがとうございます。でかいじゃん。サイレントアサシン来ました。この色ね、やっぱ目立つ色の、目立つサイズの方がいいのかもしれないね。それだけどね、今年初めてですよ、そのサイズの海の釣ったの。うわ、やったね、シュウさん。でかいよ、こっちが。やった、お前に行った。おめでとう。よかったね。写真撮った？撮った。あー、釣れたよー。まだまだワンオークのサワラはね、熱いよー。えー、ガオーガオーガオー、フレームアウトー。シュウさんです。ツッチーです。観音寺ゴロです。ピッチピチですよー。ピッチピチ。師匠、
うなぎ師匠リハビリしてるんじゃないですよ今日は。あれだけ言ったのにまたリハビリ行ってまだまだね少し時間ありますからね頑張りますよ。リハビリサボってねえ、よかったです。2回目で2回とも釣ってますよ。ありがとうございます。すごいですよ。ありがとうございます。船長調子に乗ってます。ルアー1個持ってかれました。そうそう、もう結構ねバラシがね、バラシっていうかね、ハムで一応ね、リーダー切られちゃったね。ルアー1個切られました。あー、シュウ様切られてね。俺も1回ね、ちょっとあのバラシあるからね。サイレントサシンガン、すごいですね。あのピンテールチューンのサゴシーチューン、ねえ、すごい素晴らしい。やっぱ顔、俺も顔釣れる釣れる、入れよう入れよう。シーバスですか。シーバス、シュウさんがシーバスで、さっきから秒殺です。秒殺、何秒殺、投げて、多分 2,3 秒でかかる。秒殺、秒殺。シュウさん、わー、本当だ。バイブレーション、バイブレーション、ちょっと投げてみようかな。俺のバイブレーション、あ、ま、投げてみて。いいな。多分バイブレーションでちょっと沈んでるんでしょうね。ね、そう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 、ちょっとね、ミノよりね。あ、すぐ来る、こっち。あ、すぐ来る。すぐ来た。あ、なんかあるね。そうね、あるね。イワシのね、なんか塊がいてね、はい、群れてね。私が釣れるんじゃなくて、バーシャが良かっただけ。シーバスがサーフィンしてますよ。サーフィン、はい。ほら、ああ、鯉のぼりや。おお、すごいすごい。ほら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 。泳がせないぞと。すごいすごい。おお、外れた。おお、外れてない。本当にサーフィンだ。シーバスさ。いや、なかなかいいサイズじゃん。ねえ。どうかね。綺麗だね。こんなんで遊ばしてもらっちゃって、本当ごめんなさい。あ、なんか吐いた。ああ、イワシね。おお。イワシ吐いた。でかいよ、もうね。でかいですね。でかいでかい。ね。もう8センチ、9センチ。この、うん、そうそう。これぐらいでかいとね、ルアーに反応してくるからね。ちょうどいい。そうそう、このね、イワシがあったら。うん、あんまりちっちゃいと全然ダメなんね。グロッキーしちゃったみたいな。よいしょ。船長も満足してますね。うん、うん、もうね、そろそろね、戻らないと片付けの時間あるから。今日のところは、じゃあ今日はここでおしまいですね。おしまいで、でしょうか。あ、また来た。早い。2,3 秒。どうですか皆さん。もういやいや、なるほど。もう一頭いいですか。いいですよ。あと何分ぐらい平気なんですか。いや、もうガチ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 ですね。ガチガチ。いいよ、私はもう本当に。どうしても3本目のサハラが欲しい。ちょっと引くね、引くね。でかいんじゃない、またサハラどうかな。サハラなの、もしかして。うん、多分サハラじゃないと思うよ。かなり引くね。黒い突っ込むね。サハラじゃないの。サハラじゃないの、これまたそんなとこ足かけて危ないってあれじゃないの？寝た？いや、すれかかりのシーバスですね。シーバスだ。いや、でもいいサイズやない、もうそれぐらいあったら。これ引っこ抜くのね。ね。シューさんがやってるから、本当ないですかね。両方か。うわ、落ちた。あぶねえ。よかった。外れて。お疲れ様でした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 。はい、船長はいつもありがとうございます。船長と来ると必ずいいことありますよ。たまたまですよ。いいこと。終わりね。終わり、うん、帰るよ。いい、はい、帰りましょう。はい、今日釣れたサワラね、3匹いました。私3匹釣りました。船中6匹です。6本ですね。シュウさんが、90センチの5キロね、5.1 とかって言ってましたね、書いてなかったら。はい、で、ツッチーが2本ですね、85センチぐらいと、あと80センチぐらい。私は80センチちょっとぐらいのですね、3本です。はい、大きいの釣りたかったな。
で、これね、今胃袋パンパンですよ。パンパン、見ての通り。ね、はい。うわ、いっぱい食べてる。これイワシじゃないね。この白だろうね、これね。消化されちゃってるけど。あ、ちょっとね、消化されちゃってるけどね。結構でかいです、イワシね。このサイズのイワシを食べ出すと、大きなルアーでもね、ガンガン食ってくるんですよね。面白いよね。これ、胃袋の中にあったの？うん、胃袋の中。ね、はい。また行きたいと思います。